麺って素晴らしいよね。あ、いいですね。美味しそうなミニトマトかな。あ、青々としたミニトマトかな。まだ渋いのかな。あ、これは。いいですね。まだ収穫したいけどね。トマトって青いと渋いの。渋柿みたいな感じになる。いやー、どうなんでしょう。薄いだけじゃない。薄いだけなの。あ、違う。薄いだけ。そっかそっか。でも野菜って素晴らしい。あ、皆さん。すみません。どうも。エクスプロージョンと一人でギルモンでございます。どうもどうもよろしくお願いします。さあ日曜の朝の番組みたいな感じで入ってきましたけども、はい、いや暑いね。いや夏でございますね。夏よ、もうもう夏でございますねって言っても8月の中旬もう切ってるんですよ。夏よ、もう当たり前ですよね。スタンスが広いよね。さあごめんなさいね。こっちギュッとなってるんですよ。すいませんね。この人車でもそうなんですよ。あ、今バランスいいです、まあ、バランス良くないですよ。こっちもギンギンですよ。ちょっと広げてもらって、じゃあしわ寄せスタイルで、しわ寄せスタイルで。いやー夏ですよ、もうとか言ってもね、我々はツアーやってるからね、時が流れるのが早いんですよ。そうですね、始まったら8月の頭だけど、終わる時にはもう8月終わりですから。もう今8月のもう終わりですからね。そうですね、もう下旬ですよ。夏の終わりですよ。そうですね、夏の終わりですよ。もうちょい続くのがいいでした。いや、まあ、そんな暑い夏も駆け抜けまして、はい、残るところ東京公演だけというところまで来ましたよ。そうなんですよ、もうね、福岡、大阪、名古屋、仙台と、そうです、回って、もうあと一つですか。前回のあれか、YouTube チャンネルは、うん、大阪の後だったのか。大阪の後、大阪の後だったのか。うん、こっから名古屋、仙台とありまして、うん、あ、そうだ、折り返、もう折り返しですよとか言ってましたけど、そうですよ。もうファイナルを残すのみと。そう、決勝戦だけです、あとは。いや、どこも楽しかったけどね、まあ、それこそ振り返りましょうか、ちょっと。そうですね、名古屋、仙台と。そうですね、やりまして、うん、まあ、名古屋、あ、そうだ、ちょっとまたトラブルですよ。名古屋、名古屋、おトラブル発生ですよ。デキルモさん、靴、踊ってる最中に。はい、一人でできるもん。おれおれちょっとボケくれ。はいはい、編集ポイントその1。なんでしょうじゃないよ。もう靴がさ、踊って飛んでさ、ひょん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 、もう明日天気に流れ晴れに綺麗に飛んでいったんやんか。あれできるもん。ブレーブレーブレー。逆にそのまま流すぞ、この僕2回やってるんですよ、名古屋。おうおうおう、2回、あ、2回やってるわ。はい、アンコール後に、アンコールいただいて、出てきた時に、それね、飛ぶと思ってなかったっつって、普段は飛ばないんですよって足振ったら、思いっきりその時は飛んでたんですよ。飛んだんだよ、2回飛ばした。見事に下手奥の照明にガーンガーンだって、その時から、ね、スタッフがざわってするっていうね。はぁ、あかんっていう。あれだったら、できるわ。うらーい、はい、はい、編集ポイント3個目。いや、そうですよ。それで僕もやっぱびっくりして、はい、名古屋の映像を見てても、はい、本当にアクシデント的な止まり方。はい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 、そうだったよね。ああみたいな、うん、だけど流れちゃってるみたいな。まあ、止まるわけにいかないしね。音流れてるのにバッと飛んだ瞬間にコーラつくあっっていう、やばいやばいっつって、で当たったのも見えちゃったから、うん、やばいやばいやばいと思って、お客さん全員に突っ込んでたよね。あの靴返してくださいっつって、いやそこにあるからってお客さんみんな指さすみたいな。もう気づいてないの本人だけだったわけだ。本人だけだった、うん、いやでもそのぐらいのね、あれですよ、ちょっと慌てますよさすがに。いやそうね、慌ててるよな、あれはな、いろいろね。本当できるもんできるもん、本当に粒、本当に喋れなくしてやろうか。この野郎。ああ、もう生態を。生態を。もう。ああ。すみません。なんか他に名古屋ありましたか？名古屋ですか？名古屋本気としてはどうだった？自分たちの。いや、もう最高ですよ。ね、第二の故郷と言われる名古屋でございますよ、はい。毎回ベストですよ。お、毎回ベストですか？僕、毎回ベストですよ。もうやりきってますよ、毎回。毎回ベスト。ああ、はい、そうですか。終わった後ヘロヘロですわ。あーでもヘロヘロだったね。ヘロヘロですわ、もう毎回、うん、あのね、荷物しまうのめんどくさいんだぜ、終わった後。あのね、みんな動かない感じ、ごめんなね、うん、ね、もうあれは本当にやりきってるからね。ポカリ片手にもう本当こんなの。やりきったなっつって。本当にね、まあ別にまあ名古屋に限ったことではなく、うん、全部ね、全部全部よ、全部。個人的には僕ね、名古屋ちょっと、うん、一番なんか
いろんな意味でベストだったんですよ。おう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 、なんかその入れ込みすぎず緊張しすぎずみたいな、うん、いやでもやっぱいろんなところに行ってさ楽しいのはやっぱり意外と夜も楽しいじゃない、うん、そうですね夜も、うんうん、もう名古屋公演終わった後にね、うん、まあみんなで軽く打ち上げをして、はい、いい気持ちで帰ったわけですよ、はい、で夜中吉尾と俺が一緒の部屋だったんですけども、夜中の5時から3時間俺が喋り続けるっていう元気を消した明け方よ。いや本当ですよ、あの僕行ったんですよ、あの部屋もあの相部屋だったんですよ僕とマジアイ君がね、うん、あの戻ってきた時に、うん、どうする、うん、ちょっと飲む、うん、言った時に、ああ、うん、ちょっと眠いから、うん、いやまあまあだって大阪名古屋って連続だったわけですし、まあちょっとね、もう軽く打ち上げもしてお酒も入ってたんで眠いってなったら、そこから約3時間ぐらい、ええ、まあいいじゃん、ちょっと飲もうよ、そのちょっと飲もうよでもう、あ、まあまあまあビール1本ぐらいならいいよ、ああ、いやいやこんな顔してるけど意外とゲラゲラ笑いながら楽しく話聞いてたから俺の面白投稿だから俺も今強く言えなかったんだけどさ、マレーとか言えなかったんですけどね電気消した後に3時間ですからねもう寝ようぜっていう空気から、そうですよ、それもね、あの交互にキャッチボールしてりゃいいんですよ、うん、延々この人の地元トークだったから、俺の地元の地元、うん、面白友達トークでそれだけでおかげで会いたい同級生3人ぐらい増えたよ、はい面白そうな会いたい同級生、僕の友達ね、たくさん面白いやつがいるんですよまあ軽く言いますと、こんな話を3時間お届けしましたね、はい、もうね、良かったですよ、楽しかったです、うん、で、俺が先に寝るそうなんですよガー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 よ、ほんと寝つくの早いですよね、ウィキちゃんだってあのね、これは俺からのあの弁論、弁解、はい、俺いびきかくじゃん、うん、寝てるじゃん、うん、意識ないじゃん、わからないじゃん、うん、だから俺もいびきかいてる人うるさいと思ってたはぁ、いや、それ思うってそれはだってもう仕方ないもん、悪気がないじゃん、悪気がないじゃん、ちょっと待って、逆にさ、うん、リュウヘは思わない？そうですね、僕逆に慣れたっていうか、逆に僕と一緒に寝ると、うん、なんだろう、あーダメ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 、あーダメ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 、一緒に寝ても面白くないかも、うん、あ、本当？え、でもそこはさあ、ニヤニヤしながら答えんのやめなさい、あんたもバキでも答えなさいよ、もうそこはそこで超ニヤニヤしてる、俺びっくりしたよ今、俺ここでもまた入れてくるかと思って思考停止してしもうたはい、まあそんなわけでね、ちょっと、はい、そろそろ、この前ちょっとあの何回かね、あれ YouTube でもお願いしたのかな、 YouTube でお願いしたのか言ってましたね、確かに、はいはい、あのまあ、我々公演の後にちょっとアンケート用紙というものを書いていただいてるんですけど、はい、来てくれたお客さんに、はい、で、その中でちょっとあのリクエストをね募集してたんですよ、はい、こういう YouTube の中で、うん、ちょっと聞きたいこと、やってほしいこと、何でもいいので、はい、送ってくださいと言ったら、はい、なんと書いてくれよくださった、あらお客様が、ファンの方がいらっしゃいましてですね、ありがとうございます、はい、これは、仙台公演の時ですね、はい、じゃあ早速いきましょう、はい、お名前、ゆうこさん、大塚ゆうこさんですね、はい、今回初の仙台、はい、感想の方はいかがでしたでしょうか、いやでも楽しかったわね、初の仙台、はい、初の東北でしたけど、はい、初めてってやっぱ怖いんですよ、いや怖いですよ、ね、初めて怖いやんな、怖いですね、うん、初めてはね、うん、まあ、と言ってもほら、ね、福岡とか名古屋とか大阪はね、うん、やったことある会場でもあるんですね、そうね、うんうん、初めてだから、まず我々のね、そのこれネタバレになっちゃうのかな、うん、あ、某ネタでもいいですよ、うん、まあ、いわゆるライブの構成上のサプライズだったりとかの中で、うん、あー、まあ、まさかね、こんなんやるんだみたいな、エフやできるもんが、そう、あー、うん、まあそのある程度そのライブそのものが初めてだったからね、そ大阪やね、だから福岡のお客さんも分かってる方もいらっしゃったけど、うんまあね、その後ね、トークでちょっと話したらもうみんなびっくりしたびっくりしましたチャンプルぶりに見たっていう人もやっぱりいらっしゃるでしょうかね、なるほどな、まあちょっとそういう部分も込めてね、受け入れてもらえるかどうかの不安はね、多少あったよね、ライブバージョンの我々っていうのね、そうだね、うん
そうですね、うん、だってそのチャンプルで見たらあれだもんね、ムシオも全然喋ってないもんね。あ、もう全然全然俺は全くって言ってること喋ってないので、なんか人によってはその喋る吉尾さん初めて見ましたとかっていう人もいたりとか あるだろうね、うん、うん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 、こんな喋るんだみたいな、イメージと違うみたいな、いやだいぶあるだろうね、うん、いや、怖いな逆に、うん、受け入れられてますか、大丈夫ですか、きついひょっとしたらきついかもしれない。やめなさいよ、頑張ってやってる。吉尾さんがグイグイ来る。なんでちょっとそれが拒否なの。いいじゃないの。あの後ろにスッと立ってた吉尾さんがかっこよかったのに、今やもうぐんぐん来るから、マジャケみたいみたいな。少女のハサムみたい。少女のハサムみたいな。それ俺もそうだけど、少女タコサムにも失礼じゃないですか。まあまあ。びっくりしますけど、初めて見た人はもしかしたら。そうですよ。うん、いや、まあ、まあ、そんな僕も受け入れてください。いい男になりましたから、受け入れて、はい、受け入れられなかったら受け入れられなかったで、はいはい、あの音オフにしてもう耳栓つけてライブくなんかもう僕を愛さなくてもいいので、ほらあれですよ、全体を愛すみたいな、そういうくだりのあれですよ、そういうの嫌われるね、そういうの嫌われるね。お名前のぞみさんからいただきました、はい、踊ってる時、もしくは歌ってる時は何を考えていますか。何を考えていますか、うん、まあ、第一前提として多分お客さんにこうやっぱりメッセージを伝えようとしてやってるわけじゃん。それは踊ってる時も歌ってる両方、うんうんうん、そうね、まあ、あれだよね、意外とさ、うん、冷静だったりするよね、踊ってる時ですか。踊ってる時、ああ、ね、そうですか、うん、俺めっちゃ冷静だって、俺結構みんな見てるから踊りながら「わっ、吉尾間違えた」とか、うん、そう、すごい嫌なのが、うん、その某ネタで、うんうんうん、あのちょっと特殊なネタをやるんですけど、全体的にまあね、まあね、その中でもひときわ目立って、うん、あの挑戦という意味でやってるネタがあって、その時ね、あのまあ視界が悪かったりとかするんですけど、一つの構成の時に、そのマジャキ君が目の前にいて、ジュンさんと僕が真ん中にいてっていうところがあるんですね。その時に僕とジュンさんがやってる時に。パッてちょっと下見たら、うん、マジャキ君がずーっとこう、マジャキ君と吉岡が止まってるんですけど、うん、こうやって見てるんですよ、うん、暗い中、うん、もう、ほうほうほうで、俺、嘘は止めながらそんなのか、その、うん、お客さんから、うん、まあ、視界が悪いのいいことに、そこまで、そういうチェックの仕方なんだと思って、本番中にそうなんだ、そう、あったっけ、そんな、いや、もうびっくりして、そこまで、俺、初めて仙台で気づいて、それを、あ、ほんと、クソしっかり見てるやん俺、見るね、ね、俺、見る、びっくりした、うん、わざわざ後ろ向いてるってこと。いや、まあ、そこは、まあ、視界が悪いのをいいことに、多分、うん、こうなったら横目でもう見えるんだろ、うん、はい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 、まあ、こっち側サイドは見えるからね、うん、それこそこうやっちゃう、やっちゃうポーズになってるし、うん、だからもう見るよね、それは一番贅沢なお客さん、 あんまりそれ考えてやったこと、見たことなかったな。いや、もうすごい見てますよ、あの僕ドア頭から僕最近このツアー僕あなた結構見てるんですよあ、そうなんだ。そのネタの頭はもう僕真正面に、あ、そうですね、あ、そうです。そのネタずっと見なきゃいけない。ずっと見る。なるほどね。あ、余裕あるときはなんか周り見れるけど、何回かね、あの某ネタの時に2人で踊るところとかがあったりするときは、やっぱり完全にもう落ち着いてるから、もう慣れてる作品だったりすると、そこはもう合わせに行ってるときとかあるんだ。プロやで、プロや、僕もあれですけどね、某、うん、ネタでマチャイ君と2人やるときは、うん、マチャイ君に合わせに行ってますけどね。あ、そうなんだ、うん、僕カウント分かってないんで。あ、なるほどね。いや、合わせに行くマチャイ君が目の前にいるからそう、探り探りここでそれね、それ合わせに行ってんじゃない俺ついてきてるだけやからそれ俺ごめんけど、プロだとは言わないからねプロだとは言わないよ。いバレない程度にバレない程度、お客さんが見てバレない程度のタイミングで、うん、合わせに行ってるか自分のなんか率先してじゃなく、このちょっとかもう確信を持ちながらやってるわけね、そこは。そう、確かこうだけど、タイミングがタイミングがって、マチャイ君がこの動き出しの時にちょっと動いたと思ったらこうみたいな、これでいいんだよね、なるほどね、これでいいんだよね、これでほらこれでほら、お客さんから見たら何だろう、バレない程度の、なるほど、自分の中である程度準備はしてるわけで、みんなで映像見てる時は
ここを気に入ってるねとか、うん、なるほどね、なんか探って踊ってるよねって言われるのは、うん、承知の上で、うん、あの俺は合わせる。なるほどね。じゃあ俺罠仕掛けようかな。いやそれあなたのミスだけど、罠仕掛けても、うん、俺は合わせに行くから、うん、いけるいける。それ見てみてえな。テンパってるけど間違ってることはしてないっていうね。いきなりいきなりこう行くところをこう行ったら俺も。続いて、いきましょう。お名前キヨポンさん、はい。自分以外の3人のうち1日だけ誰に、変わりたいですか。まあ、変われるとしたら誰になりたいですか。で、そして何がしたいですか。どうだろうな。誰になりたい。いや、できるもんさんじゃない俺。大体ですか。うん、何がしたい。自分のやりたいこと全部やる。仮面かぶっちゃってっからさ。でもちょっとほら、我々あの大ジャパンとかで去年、うん、仮面かぶったりとかしたよね、うん、あれとはまた違って、あれ一人でできるもんになりたい。そうあれは違うじゃん、仮面かぶってるだけで、うん、まあネタをやってるからね。ネタをやってるから与えられた仕事があるから、うん、何よ。それはダンス以外で。いやダンスのショーでやりたいことやりたい。別の一人でできるもん作ってみたい。自分のソロのあれでできないことってあるから。あ、そうなんですか。うん、やってもう十分やってると思うけどな。いやあれは自由にやってますからね。ほんと確かに。やってるけど、うん、そうじゃないことがあるからまだ別ベクトルで下半身丸出しとか。もうまあ分かりやすく言ったらそうかもしんない。まあ、その町あきとしてのキャラではできないことを、うん、試してみたい。そうそうそう、うん、俺がやったら絶対惹かれることとか、うんうん、でもやりたいことめっちゃあるから、うん、具体的なんかあんのそれ。ねひとまずタマのランチューっていう曲で踊りたいのよ。おう、うん、ドキンドマ。いやまあね、いよーパパパパパパあんなに望むのせもせにっていう曲なんだけど歌詞が全然わかんなかった、うん、それ仮眠しないと気まずいんですか。いやだって俺がやったらなんか、ま、間違いなく変なことしてるみたいな感じだから。しかもなんか多分変だから、そんな風に仮面かぶってるらなんかいいかなと思って。まあね、なんでもありちゃう。まあまあ、うん、定義ないですからね、確かにね、そこに、うん、そうね。まあまあいいですけど、じゃあ逆にできるもんさんは。僕ね、なりたいのマチャイクになってね。放送禁止でーす。あのさ、もう本当にもう違う、よしよし、いけやってやれよ。こいつを消してしまいなさい。仮面だけ残して消してしまいなさい。だからメンバー内、人間に生まれ変わるんだったらガクとかキヨハルって思ってるんで。あ、でも結構そういう綺麗どころがいいんだ。なのでメンバーではない。メンバーではない。なるほどね。一日だけだから、でもそういう意味じゃなんか一日だけ本当誰かに変わっていたずらし放題なんだよ。そういう視点で言ってる。うわ、いたずらだったら俺吉尾がいいかな。なんでスクランブル交差点に行って一日中ただ普通にこうなんか祈祷棒みたいなもんでずっとこうやってんの。優勝されてもおかしかったみたいな。っていう俺の楽しみ。でね、小原優勝って看板やと思う。やめろやめろよ、そんなんで有名になりたくない。世界平和。いや、しらしら。そんなんやったらそれ変わってる間に俺が町秋の格好してお台場で祈祷棒振ってるよ。いやだ、俺だったらちょっとありそうじゃん。ありそうよ、まだありそうじゃん。うん、やりそう。まだありそうじゃん。まあ、町秋はなんかまた変わったことやってるなみたいな。やっぱアホやなあいつみたいな。お台場でスパとかで祈祷を持ってる町秋さんが、うん、そうじゃあそれこそ僕スヌーピー J さんになって、うん、スキンヘッドにします。わもうそれ一日に回収できない、回収できない、うん、スキンヘッドに。次の日ジュンさん驚くな。スキンヘッドにしてお返しする。戻ってきたら、うん、どういうかな。ないのに一回やるんだろう。さね、ちょっと、渋谷公演の時にもあったりするのかな、このアンケートの中で、リクエスト、何でもいいです、質問でもいいですし、なんかこれやってみてくださいみたいなのも何でもいいので、とりあえず書いてみてください、やれないこともあるかもしれませんが、ちょっと一旦見てみたいのでよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは、残すところね、ちょっと渋谷、はい、8月22日のファイナルを残すところだけなんですが、うんうん、まあ、ここでね、ちょっと意気込みというか、まあ、メルマガでも送ったんですけどね、うん、なんか残るとこあと一つということでね、うん、まあ、この夏のために準備してきたものがもうここでやっぱ終わるだけですよ、人は。そうですね、うん、だからもう残すところがもうないように全部出していこうかなって思ったんで、
体力と気持ちと全部だから見に来る人もその準備をしてください。本当にそうですね、お客さんも全部出せるようにね、もう汗だくで終わりましょうみんなね。このくらいの気持ちでございます。いや本当ね、でもそうね、本当汗だくで終わりたいですけどね、ライブだからみんな、ラストのファイナル渋谷公演で、はい、ちょっと皆さんにね、嬉しいお知らせがちょっとできるんじゃないかな、はい、できるんじゃないでしょうか、ちょっとね、詳細はまだここではね、お伝えすることは、できないんですが、ちょっとぜひぜひ、渋谷まで足を運んでいただいて、はい、我々のね、ちょっと嬉しいニュースを聞いていただけたらなと思います。お楽しみにね、お楽しみにしてください、はい、お願いいたします。そして、最後この YouTube チャンネルをですね、はい、ぜひぜひ、皆さんにも登録していただきたく思います、はい、アンケートリクエストもこちらで答えていきますので、はい、ぜひぜひ登録してください。登録はこっちかな、こっちできるらしいですよ。こっちからエクスプロージョンチャンネルと一人でできるもんチャンネルありますんで、ありますか、ぜひぜひお願いいたします。それ以外のお知らせ動画もこういうところでやってたりするんだよね、今後、うん、なので ね、ねツアーがね、終わっても俺何も、いろんなお知らせがあるかもしれません。ぜひぜひチャンネル登録してください。よろしくお願いいたします。終わった。そんなわけですね、大体そんなとこかな。お伝えした、はい、お伝えしましたね、うん、あと、あ、メルマガとかもぜひよろしくお願いします。メルマガこっち、メルマガこっち、メルマガこっちなの、ね、下そうそう、ここら辺下の方、うん、そう登録してね、ここら辺になんか大事なお知らせとかする時もあるからね、ツアー終わってもするかもしれないよ。はい、お願いいたします。そんなもんでございますか。いいんじゃないですか、うん、いやー、はい、それでは渋谷公演8月22日お楽しみに。お楽しみに。エクスプロージョンと一人でできるもんでした。パッカン。あー、バイバイ。アメリカ生まれのポップコーンだよ。ポップコーン？ポップコーン？アメリカ生まれのポップコーンだよ。ポップコーン？ポップコーン？アメリカ。あなたがやめるまで切らないんじゃないの、あの人も。バイバーイ。わーわーわー。